構大きい鳥居があるでしょ。鳥居ね。桜祭りって書いてある桜で、うん、奥に行けばひょっとしたらあるかもよ。駐車地で今度みんななんとかは駐車地じゃん。三十日から駐車地。すげえ団体が。三十日から駐車地って明日？今日だよ。今日だよ。今日。え、なんで？なんでって言われてもそういうこの。今日ここにね、嵐来るって。嘘。今日はね、嘘をいっぱいついていい日だよ。なんで？そう。知らないの？なんで？ここでね、嵐がね、コンサートとね、一人一人握手会するの。嘘でしょ？ふん。今日出るんだ。うん。出るんだ、出るんだ。うん。あ、出るんだ。すごいね。桜さんが出てああ。はなかっぱやってるつもりだよ。はなかっぱがテスカあるよ。テスカって。はい、いらっしゃい。見えてるものしかなりませんよ。外れからです。腰に乗っかるやつです。だって。マイナーバイバイバイ。まだお腹空かないでしょ。ほら、すごい大きい、ほら鳥居、うん、これほら鳥居上、これ鳥居っていうの、鳥居、うん、すごいでしょ。おやきもあるね。なんだろう、火つけるやつ、灯籠。桜は全然まだ咲いてないね。いかがですか？桜フェスティバルって書いてある。いや、読んでください。
うん、うん、すごいね。昨日の水の中でも湧いてたんですね。あっちの奥はあんまり入んねえだろう、人が。うん、でも桜全然ないじゃん。うん、ここ花見しちゃいけないって書いてあったけど、ほら宴会、あ、10時以降か、10時以降か。こちら大変駐車場事務所です。お呼び出しを申し上げます。川口市遺族会、菅様、久米様、野尻様、出発の時間が、来てますので、至急バスまでお戻りください。川口市遺族会の、菅様、久米様、おつまみどうですか？桜がありません。